もう何年もの間テイク2さまざまな動物の治療に当たるブラララララドクターポールの姿をカメラが追ってきました。気の荒い牛、かわいい赤ちゃん、凶暴そうなやつだね。なんてこった。今回は趣向を変えてオランダの農場に育った少年が凄腕ドクターになるまでのお話。いつもは大きな動物を治療するちょっとおかしな獣医ですが、初の牛乗りだ。この特別編ではいいぞ、普段とは違う私の姿をご覧いただけたらと思います。こういう仕事ならいつでも呼んでくれ。こちらがヤン・ポール少年。オランダで生まれ育ったヤン少年はアメリカに憧れました。やがて映画のような恋をして、農村地帯で開業した動物ドクターは世界中でその名を知られるようになります。さあ仕事だ。動物の命を救うことが獣医師の使命です。いいぞ。子牛の誕生を手助けできた時にはこの仕事で最高の喜びを感じます。ほら見て、よしと。何十年もの間ミシガンの厳しい気候をものともせず農場への往診を続けてきました。南山の牛がいるんです。夫が子牛は死んでるって。ウイザンです。そうみたいだな。チャールズ・チェーンだ。わかった。これまでで一番記憶に残っているのは雨の中での分娩です。あの日の経験は一生忘れることのできないものでした。これまでたくさんの難産を解除しました。おっと。どんな時でもベストを尽くして決して諦めず、いつもありのままを伝えるというのが私のモットーです。捕まるぞ。多分ダメだろう。まだわからない。冷たい雨の中、子牛が生きているのかどうかさえわかりません。ありがとう。寒い日で雷も響いていました。でも子牛のことしか頭にありませんでした。いいぞ。下だ。わかった。子牛は呼吸していません。よし、いいか、あっちだ。最初の数分が生死の分かれ目です。最後まで諦めません。生きてる？バケツ！水だ。もう一杯、急いで。急げ。なっそう。テレビでもかなり劇的でしたけど、実際の現場はそれよりはるかに緊迫していました。下ろして。子牛が呼吸を始めました。よし、いいぞ、おちびさん、頑張れ。そうだ。はあ、チャールズ。ああ、父は生まれてきた子牛の命を救ったんです。感動的でした。幸運なやつだ。お疲れ様。ものすごい迫力でカメラクルーもそれを感じたと思います。オスかしら。メスだ。女の子。撮影していた私たちも興奮に包まれました。ドクター・ポールのエネルギーが伝わってきたんです。生きてるな。うん、無事でよかった。しばらくはこの話で持ちきりなほど感動的な瞬間でした。先生のおかげ、さすがです。涙が出ちゃいました。子牛が生きていると分かった時は最高の気分でした。しかし最初から凄腕ドクターだったわけではありません。ヤン・ポールの物語は70年以上前、遥か彼方の地で始まります。行くぞ。オランダが私のふるさとです。とても小さな田舎町でした。そこで父が酪農場を経営していたので動物に囲まれて育ちました。
牛や馬、鶏や豚、そんなにうるさいとスープにするぞ、何でも言いました。子供の頃から動物の世話が大好きで、早起きして父を手伝い、牛の世話をするのが嫌だったことはありません。姉の話だと、私が2歳くらいの時、卵を産まなくなったので父が処分するつもりだった鶏を一生懸命世話したそうです。行くぞ。母も動物を可愛がっていました。母に似たのかもしれません。6人兄弟の末っ子でした。オランダの農家は家屋と納屋がつながっているのが一般的でした。当時私たちの家にはまだ水道も電気も来ていませんでした。石炭ストーブで暖を取っていましたが、何といっても農場でしたから食料は豊富でした。ヤン・ポールは1942年に生まれました。ドイツ軍がオランダに侵攻して2年半後のことです。第二次大戦最中に育ち、当時の記憶は少ないですが話は聞いています。ヨーロッパは戦場と化して、ポール一家もナチス占領下での生活を強いられます。兄たちは若すぎて、父親は年を取りすぎていたので出征せず、一家は揃って農場で暮らしました。私たち一家は幸運でした。やがてドイツ軍がユダヤ人の強制移送を始めました。そこでオランダ人は彼らをかくまいました。ポール一家も危険を冒して飢えていたユダヤ人の少年を引き取ります。私に一人兄が増えたようなもので、うちの子同様に扱われました。少年のために危険を冒した。すみません。普通のオランダ人でした。12歳の時、ポール少年の人生を変えることになるある出来事が起こります。兄が飼い始めた豚が何頭か妊娠しました。私は兄に言われた通り、腕の付け根まで精一杯手を伸ばして出産を手伝いました。キーキー泣いているピンク色をした生まれたての子豚を見て、命の誕生を手助けした充足感で満たされたんです。その時獣医になろうと決めました。60年後、ドクターポールの住まいはやはり農場です。ダリルさんが終わった、今から戻る。この土地も住んでいる人たちも好きです。ありがとう。どうも。ドクターポール、こんにちは。オランダの農村地域の生まれですから、この土地にはすぐに馴染みました。18歳の時、初めてアメリカを訪れます。私の姉は1955年にカナダへ移住しました。それでほとんど会うことができなくなったんです。ヤンはこちらへ来たがっていました。私が移り住んでもう何年も経っていましたから、彼は交換留学生として渡米を考えていたようです。姉を追って大西洋を渡ろうと考えたヤン青年は、ミシガン州の交換留学生プログラムに応募します。地図帳で見ると、カナダのオンタリオ州とアメリカのミシガン州とはとても近かったんです。それでメイビルに来ました。メイビルは故郷のオランダからはるか彼方の町でしたが、なぜか親しみを感じました。私の高校に交換留学生としてやってきて、ホームステイしたのが私の両親の家でした。学校ではハンサムな子が来たって女の子たちは騒いでいましたけど、私は別に何とも思いませんでした。ダイアンを最初に見た時は、なんて背が高いんだろうって思いました。一目惚れじゃなかったんです。気が合いました。二人とも泳ぎが大好きで、よく一緒に出かけました。ダイアンとは共通の趣味がとてもたくさんあったんです。
私の父はずっと息子を欲しがっていましたから、結局その願いが叶ったことになります。ヤンが帰国する頃にはとても親しくなって恋心も芽生えましたが、彼はオランダへ帰国、私は大学生になりました。ダイアンは教師、ヤンは獣医師を目指してそれぞれの道を歩み出します。オランダ・ユトレヒトの獣医科大学は当時誰でも入学できました。最初獣医師を目指す300人ほどの学生が集まりましたが、定員は100人でした。ですから最初の試験で大体半分の学生が落とされたんです。300人でスタートして獣医師になったのは96人、私はその一人。まずしっかりとその動物の様子を観察することから始まります。大学では動物の診察とは見て触れて耳を澄まして必要なら匂いを嗅ぐことだと教わりました。私は実践から学んでいくタイプです。ですから全て実地訓練だった獣医科大学の最後の年はとても楽でした。1970年、ヤン青年はドクター・ヤン・ポールとなります。それ以来動物の診察を続けています。大学での実践クラスではシャツを脱ぐように言われました。医療用エプロンは渡されませんでした。今も同じことです。衣類を洗うよりも体の汚れを洗い流す方が簡単です。動物の診療で衣服についた血や汗や涙のシミはなかなか取れませんが、体についた汚れならすぐに洗い落とせますからね。全く気になりません。こちらポール動物病院です。ポール夫妻が結婚してからすでに50年近く。電話リストはいっぱいね。成功を遂げた男性の陰には常に強い女性ありってよく言いますよね。もちろんボスはダイアンです。彼女の号令で動きます。わかりました、そう伝えます。私たちが出会った時まさかこんな関係になるとは思っていませんでした。海を隔てた二人の関係は手紙によって育まれていきます。手紙を日曜に出すとダイアンは水曜に受け取りました。何年かして二人の間に恋が芽生えているのに気がついて、私がヨーロッパで夏を過ごした年、私たちは恋に落ちました。あの時は私の父が危篤で家族は父に付きっきりだったんですが、その間ダイアンが家のことなどすっかり面倒を見てくれました。2年後ヤンはアメリカへ戻ってきて私にプロポーズしたんです。ちゃんと形式通りにやってもらいました。そうだった。1967年、ドクター・ポールとダイアンは結婚します。素敵ね。何の話だった？忘れちゃったわ。オランダで開業するつもりは最初からありませんでした。大学時代英語の本を揃えました。誰よりもずっと遠くへ行くつもりでいたんです。二人はダイアンの故郷ミシガン州メイビルで暮らすことにします。私の家族と暮らしながらここでの仕事に慣れるため地元の獣医の下で働きました。それからおよそ10年後、独立して自分の診療所を開業することにします。命令されるのが嫌いです。頑固なオランダ人ですからね。自分のやり方にもこだわりがある。それを叶えるためには自分で診療所を開くしかありません。誰にも指図されずに働けますから。二人は根を下ろすのに適当な場所を探しました。調べてみると
ミシガン州イサベラ郡は牛や豚などの家畜がとても多い土地なんですが、なぜかウェイドマン一帯にはそういった大型動物の診療を行う獣医師が比較的少ないことが分かりました。そこでミシガン州ウェイドマンに移ることにします。すると診療所の看板を立てる間もなく休館の電話が入りました。ウェイドマンでの最初のケースは牛の出産でしたが、準備がまだでした。器具や薬も揃っていなかったんです。それでも獣医の助けが必要でした。助産ジャッキさえないから無理だと言うと、それはこっちで用意するからって、そこで貸してもらったジャッキを使って無事に分娩解除しました。料金を聞かれたので、まだ料金は決めてないし、これはサービスでいいですよ、電話をどうもありがとうと言ったんです。すぐに外国なまりの新しい獣医はなかなかの正直者だという噂が広まります。開業と同時に大忙しでした。ひたすら仕事に追われる日々が続きました。最初は主に牛や馬や豚などの大型動物を診察しました。数年でかかりつけの獣医として頼ってくれる農家が増えます。また来たぞ。どうも。なんてこった。ドクター・ポールはうちの獣医で私の良き友人でもあります。ビルさんはすでに15年間農場の牛を見てもらっています。先生は仕事が早いから。スタウ農場の経営は牛のミルクに支えられています。搾乳できるのは妊娠した牛です。妊娠した牛がいなければ収益は上がりません。そこで妊娠検査は大事な仕事です。農場の収益を常に考えています。しかし最近の往診で妊娠している牛が少ないことに気がつきました。この牛はどうして妊娠してない。医者はそっちだ、教えてください。カルシウムの過剰摂取とリンの不足が原因だと説明しました。それで飼料を変えて様子を見たんです。こいつは11月に妊娠。他の牛も検査しましたが、最初の3頭は全部妊娠していました。よし、いいぞって。妊娠妊娠。やった。その牛も。そうだ。すごいな。妊娠。先生のおかげだ。全部で16頭だと思った。半数以上。そうだね。やったな。おお。レーネルト兄弟が経営しているクレイノブ酪農場もドクター・ポールの長年のクライアントです。倒れるぞ。そのまま押さえて気をつけろ。何年もの間凄腕を発揮しながら、おっと危ないぞ、農場のコスト削減にも貢献してきました。最初に見てもらったのは牛がひづめの感染症にかかった時で、普通なら処分するしかないひどい状態でした。すると納屋の梁にロープをかけて牛の足を引っ張り上げて治療したんです。驚きました。こちらがきちんと考えてやっていることが分かれば、そして誠実に付き合えば、気をつけろ、受け入れて頼りにしてくれるんです。臭いな。この働き者のオランダ人は大型動物の獣医として成功を収めますが、それはほんの始まりでした。そのうち車にはねられた犬を助けてって、そんな人たちが来るようになりました。1981年ミシガン州中央部で腕のいい獣医の噂が広まります。これまで売り込み広告を出したことはありません。開業した当時は大型動物の診療だけを行うと思っていたんです。すると間もなくたくさんの人たちが動物を連れてくるようになったので、ガレージの片隅でも診察を始めることにしました。すぐにガレージでは手狭になります。1986年ポール一家はクリニックの建設に着工。仕事はその後も順調に進みます。ポール動物病院は週6日診察を行い、当直の医師が常に待機しています。おはよう。おはようございます。今日の予定は？
毎週何百人もの人々がドクター・ポールのクリニックを頼ってやってきます。15分に1件のペースで予約が入っています。おう、顔にかけるな。てんやわんやです。白血球の数値が高いだろう。ええ。次の動物のことは考えません。いや、その次のことも。そっちかい？おしっこかけるなよ。とにかく終わらせます。どう？静かに。やがて私がどんな動物でも診察することが広く知られるようになります。痛くないぞ。どんな生き物でもこのクリニックへやってくれば診察します。どこが悪いんだ？寄生虫がいるみたいです。山嵐のトゲ、すごい。かわいいやつだね。女の子です。そうか。こうした仕事は一人ではできません。ダイアンが経理、私が診察を担当してここまでやってきました。な。そして家庭も築きました。ヤンも私も子供が欲しかったのですが、できなかったので養子をもらうことにしました。子供のいない家庭を想像できなかったんです。最初にキャシーが来て、次がチャールズ、3人目がダイアン・ジュニアです。80年代は充実した10年間でした。子供たちが家にいたのですごく楽しかったし、始めたばかりのヤンの仕事もとてもうまくいっていましたから、私たち家族にとって幸せな時代でした。小さかった頃、父は私にとってスーパーヒーローのような存在でした。大きくて強くて獰猛な牛を追いかけたりしてね。ともかく一番タフで一番強くて一番素早くて最高だったんです。子育ては悩みもたくさんありましたが、喜びの方がずっと大きかった。今でも仲の良い家族です。動物病院を開業している夫を手伝いながらの子育てですから、とても大変でした。それで父さんがしっかり捕まれって。そう、危なかったのよ。忙しくても夕食はいつも一緒でした。夜の9時を過ぎることもありましたが、ヤンが往診から戻ってから家族揃って食べました。夜父と一緒に過ごしたい時はガレージに行きました。夜の9時でも父はそこで去勢手術とかしていましたから。ああ懐かしいね。その時まるで申し合わせたように急患の電話が入って、家族の夕食が中断されます。傷の程度は？まず電話で症状を判断します。傷口にガーゼを当ててしっかり止めるんだ。急患の電話、食事中に。仕事と家庭を切り離すことはできません。急患の連絡が入ると夜中の2時に起きて出ていくことも珍しくありません。みんなここに。治療を必要とする深刻な症状です。それじゃあ、こうした仕事は週7日24時間体制です。私は気になりません。家族ももう慣れているはずです。この仕事をしている限り仕方のないことです。アマンダさんのペットがネズミに襲われました。ドクターポール以外に診察してくれる獣医が見つかりません。ネズミに噛みつかれたのか？餌だと思ったみたいです。体に大きな傷が何箇所もあって、顔中噛まれています。さあ、いい子だ。これはまずいな。そんな。どうやら大きなネズミがヘビの柔らかい肉を餌代わりに食べたようですね。これはまずいな。ヘビを見てくれる獣医が見つからなかったんです。それでドクターポールに電話しました。みんな触るのも嫌がって。大丈夫だ。よかった。そんな簡単に諦めないさ。かわいいね。よかった。
ひどい傷だったので死んでしまうと思ったんです。もっとひどいのもいた。ドクターポールが魔法の力でなんとか傷を治してくれるといいですけど。皮を引っ張って傷を塞ぎます。簡単には諦めません。どうも。こちらこそ。素晴らしい手際で処置してくれました。もう嬉しくて最高です。予想外のいい結果だった。ええ。今日はドクターポールが当直でしたが、ほとんどの場合当直医は他にもいます。クリニックには10名余りのスタッフが働いています。仕事の規模が大きくなるにつれスタッフが増えましたが、みんな家族同様の存在です。ドクター・ブレンダは主任獣医師です。獣医科大学を卒業してすぐにやってきました。このクリニックがすぐ好きになりました。大家族のような感じでとても居心地がいいんです。美味しそうね。本当だ。手作りかい？いいえ、中身は缶詰。パイの部分は手作り。どんな仕事でも調子のいい時と悪い時があります。いい時の方が多いから続けてこられました。美味しい。よかった。うまいな。子供の頃クリニックへ行くと、そこにもう一つの大きな家族がいるような感じだったのを覚えています。サプライズ。スタッフはみんな長年働いてくれますね。なんてこった。最近大型動物の診療を行う獣医師は減っています。ポール動物病院が獣医を募集すると、エミリー・トーマスがやってきました。私が新任の獣医です。ワクワクしてます。スピードを落とせない。新しい獣医に私のやり方を教えていきます。農場へ行くのは好き。牛と遊べるから。あ、新人が来たな。ドクター・エミリーだ。どうも。いや、デールさんとフィルさん、よろしく。腹の調子はいいね。よかった。ただ尻尾が上がったら避けないと。これがこいつの糞かい？ええ。糞は全く平気。牛を触診しながらハンバーガー食べちゃいます。そうかい。ちょっとまずいか。ケトーシスの匂いがするな。どんな匂いなんですか？牛の血糖値が危険な状態に低下しているようです。甘ったるいような、とっても嫌な匂いだ。嗅ぎ分けるのが難しい匂いです。その匂いを覚えるのに何年もかかりました。ある時かなりひどいケトーシスの牛がいたんですが、その牛のいる納屋に入った途端変な匂いに気がついたんです。そうか、これがケトーシスかと分かって以来嗅ぎ分けられるようになりました。少量のブドウ糖で治ります。しかし別の牛が第4位変異にかかったようです。第4位と呼ばれる胃の位置に異変が起きる危険な状態です。獣医師の多くは手術を行いますが、この地域ではローリング法が好まれます。エミリーは初めてです。ドクターポールはオランダでこの方法を学びました。ドクターエミリーにとっては何と言っても初めての経験でした。胃にガスが溜まっているので牛を回転させると胃が元の場所に戻ります。聞こえる？ええ。そこで大きな針と糸で腹壁に胃をつなぎ止めます。いいか、行くぞ。最初の一針を私が入れます。針を刺した時先端がスムーズな感触ならちゃんと第4院に入ったってことだ。感触を知ってもらいます。いい？二針目は実際にどんな感じかエミリーが試します。まっすぐですか？ああそうだ、もう少し深く刺して。そうだ、初めてでしたが何の問題もありませんでした。さあ回転させるぞ。上出来。自分でやる前にもう一度ローリング法を見たいですけど、大丈夫、やれます。よし行こう。後進の育成に励む傍ら、専用の医療器具作りにも精を出します。豚の直腸脱の治療に使うチューブは買うと高いので、これなら自分で作れると思いました。それじゃあこの直腸治療用のチューブを使いますね。おしまい。なんてこった。折れてる。子牛が足を骨折した時には
大量のコットンと古いバスケットがあればいいんです。治るまで足を固定しておくにはそれで十分間に合いますからね。これで十分だ。よし、いいぞ。こうした工夫はコスト削減につながりますが、人々が世代を超えてドクターポールを頼りにするのはその思いやりの深さゆえです。動物にとって最善な道を選びます。今日はひどい低用炎にかかった馬の往診です。痛みを伴う致死性の高い病気です。ひどいんです。ああ、そうだな。蹄がすっかり変形していました。歩くと激しい痛みに襲われます。さあおいで。もう手遅れだったんです。先生にも一目でそれが分かりました。動物がひどい病気にかかってもう普通の生活を送ることができなくなった時には楽にしてやるべきです。安楽死は仕事の一つですが辛いですね。動物を助けるために医者になったのに。52年間馬と暮らしてきました。これが最後の馬なんです。父はそれまで一緒に暮らした動物を失う人々の悲しみをしっかり受け止めることができるんだと思います。ヤンの仕事で安楽死が一番辛いものです。たとえそれが動物にとって最善だと分かっていてもね。苦痛を減らすため処置は2段階に分けて行います。じっとしててね。まず鎮静剤を処方します。それで意識がなくなって何が起こっているのか分からなくなりますから。それから長い針を直接心臓に刺して鼓動を止めます。最後を確かめてからだ。馬はもういないの？いません。飼い主と一緒に鳴くこともよくあります。死んでいった我が家の動物たちのことを思い出してね。安楽死を見るのはとても辛いことです。でも次に向かう農場で子牛の誕生が待ち受けているかもしれないんです。そして危険も待ち受けています。農場で牛に殺される事故は何件もあります。気をつけろ。安楽死のオスは油断禁物。チャールズ、どけ。牛を見れば追いかけてくるのか蹴ってくるのか踏みつけて殺すつもりなのか分かるんです。あっちだ。間違いなくこれは危険な仕事です。まるで闘牛士です。あっと、気をつけて。なんてこった。危険な状況で作業することもあります。チャールズ、押されちゃって。大丈夫だ。動物は力があるので一瞬の隙に怪我してしまいます。向こう側だ。背中を向けた途端にやられます。動くな。うわ、こいつちょっとよそ見した隙です。父の足を蹴りつけました。パイプの下からね。痛い。パイプがあるのにどうやって蹴ったんだ。30年間これを続ければ引退してのんびりしようと考えるかもしれません。気をつけろ。しかしドクターポールは違います。それどころか第二のキャリアをスタートします。危ないぞ。ほら、どいて。数年前までドクター・ヤン・ポールの名を知る人はわずかでした。
しかし、ある人物があることを思いつきます。私は当時ロサンゼルスで働いていたんですが、父のキャラなら面白いリアリティ番組が作れるかもしれないと思ったんです。この中の誰が地持ちだ？ある日チャールズが父さんのリアリティ番組を作ろうって言うんです。私はそんなの誰も見るはずないって言ったんですが、結局彼の友人とフィルム制作者が1週間撮影しました。暴れるな、じっとしてろ。グランドラピッツ空港に来てくれたんですが、やたら声の大きな人で、前に押してきたら引っ張ってくれよ。運転もめちゃくちゃで、初対面で黙れって二度言われました。黙れ、おしまい。これならテレビシリーズにはもってこいのキャラクターだと思いました。とにかくすごい存在感でしたから。10日から1週間で抜歯してくれ。あとはご存知の通りです。どうもこんにちは。来てくれたね。テレビのスターになるまでには不慣れなこともありました。スーツにタイなんて珍しいじゃない。ああ、シャワーも浴びてきた。最初はカメラやスタッフに囲まれて変な気分でしたが、そのうちだんだんやり方が分かってきました。知らんふりかい。あこいつは危ないぞ。ほらどいて。ドクターポールを追うのはまるで牛追い祭りみたいです。お気が立ってる。祭りじゃないか。黙れ。農場へ往診に出るとき、クルーは先に出発します。撮影によって私の診療が妨げられることはありません。ドクターポールの仕事を私たちが中断しないように撮影しています。動物が最優先ですから、クルーが場所を塞いでるときにはきちんと知らせます。ほらどいて。さあ頑張れ。待ってろ。全てリアルだから大変です。取り直しなしです。なんてこった。特に分娩解除でクルーはタイミングを合わせて撮影しないと、生まれてきた子牛をお腹に戻して取り直しはできませんから。呼吸してる？大丈夫だ。動物を助けるために最善を尽くしています。ドクターポール、こんにちは。それで人気があるんだと思います。写真いいですか？こっちへ。やった。ドクターポールが大好き。だって動物を助けてくれるし、それにたくさん冒険するでしょ。治療した動物の数は1万9000余り。ドクターポールの登場です。皆さん盛大な拍手をどうぞ。どうも。ありがとう。ドクターポールです。番組の成功によって動物についてのメッセージを伝える場を得ることができました。父は自分の番組を見た子供が獣医学の道へ進んだり、農場経営に興味を持ったりしてくれたら、それで全て報われると考えています。動物の世話をしながら一緒に暮らしてきた子供の方がしっかりした大人に成長していきます。素晴らしいイベントにご招待いただき、心からお礼申し上げます。ありがとう。ちょっと失礼。卵はあるかい？自分が凄腕ドクターなどとは思っていません。誠実に仕事をしているだけです。さあ行くぞ。いつも動物たちのことを思って、動物と飼い主のためにベストを尽くして頑張っているんです。とてもうまくいっています。こっちだ。
おい、かわいいだろ。仕事から帰ってきて撮影クルーもいないと、ヤンのことを凄腕ドクターなんて呼びません。さっさとしてってね。ドクターポールは常に動いています。休みの日でも決してじっとしていません。じっとしていたら錆びつきます。まだまだ長生きするつもりなので元気に動いていないと。ええ、もちろん文字通りの凄腕ドクターですが、本人は決してそれを認めません。イザベラ郡農業青年クラブへの多大な貢献に感謝します。ありがとう。どうも。ヤンは地域活動に力を入れています。それゆえ私は神の憐れみによって懇願する。私たちはここで子供を育てて仕事もしてきました。このコミュニティからたくさんの恩恵を受けてきたんです。それではさらなる力を1900、あーっと古すぎるな、2013年卒業生の皆さんに。10代の頃ミシガン州メイビルで出会ったヤンとダイアン、今日は2人が人生のスタートを切ったその町へ凱旋です。パレードの主役、グランドマーシャルを務めていただくのはドクターポールとメイビル出身のダイアンご夫妻です。ここで結婚してから47年、信じられんね。あそこのスケートリンクであなたのお父さんと初めてキスしたのよ。ああそうだった。ドクターポール大好き。ありがとう。チャールズはどこ？ここにいる。今日は道案内なんだ。どうもチャールズ。こんにちは。父親と毎日一緒に、しかも自分の大好きな仕事ができるなんて滅多にないことだと思います。かけがえのない幸せです。どうも。こうした展開になったことに感謝しています。誇らしいんじゃなく幸せなんです。信じられんな。そうね、母さんと父さんが生きていたら驚いたでしょ。通りで声援を送ってくれただろう。ええ、ドクターポールだ。かわいいね。なんだ？獣医学が廃れることはありません。動物を助けることもね。それじゃ行ってくるぞ。え、ヤンが引退することはないと思います。いつかはね。いつになるか分かりません。働ける限りね。好きだから。さあ仕事だ。これでいい。牛のお尻を治療しながら死んでもいいか。話すぞ。好きな仕事に取り組んだ素晴らしい人生でした。おしまい。それじゃあ。どうも。こちらこそ。どうも。この番組をご覧いただいてありがとうございます。まさかこんなに人気が出ることになるとは思ってもいませんでした。いつも応援してくださっているファンの皆さんに感謝します。